ホームページ運営の危険な事例を、はい、危険な事例、危険な事例を、なんかいっぱいあるね、ホームページの危険な話ってね。はい、結構こんにちは、プリズムゲートの柴田です。皆さんこんにちは、資金調達コンサルタントの吉田です。はい、柴田さん、はい、今回はまたなんかすっごいいい話をしてくれるって聞いたんですけど、すっごい話、期待されてます。どんな話ですか？いや、今回は、はい、ホームページ運営の危険な事例を、はい、危険な事例、危険な事例を、なんかいっぱいあるね、ホームページの危険な話ってね。はい、結構あるじゃないですか。いっぱいあるね。あるんですよ。どんな事例ですか今日は？担当者さんが、うん、ホームページに詳しい、はい、だからこの人にお任せしますって言って。いいじゃないですか、そんな人がいてくれたらね、皆さん、よくないですかね。大変だったんです。それが危険な話なの？はい、意味がわからない、はい、だからスキルのある人って、うん、なんかホームページの何だろう、技術的なこと、うん、例えば、うん、ホームページを作ってワードプレスがちょっといじれるみたいな、うんうんうん、そういう人がやるとちょっと危険なんですよね、うん。どうして？だっていじれた方がいいじゃん。だってそれで技術的なことばっかして、うん、でそれで挙句、うん、ワードプレス動かなくなったりとか、ホームページが見れないよみたいな、そういう事故とか起こるんですよ。なんでそうなるの？わからないみたいな、そうなの。技術的なことばっかり、それでいらんプラグインとか入れたりして、機能ばっかり増やした挙句集客できてないみたいな。そっか、中途半端に知っているとそういうことしちゃうの？そう。あ、そっか。そう、ホームページ詳しい人イコール世間では、うん、ホームページの技術的なことが詳しい。そうだよね。そう、うん、で技術的なこと詳しいイコール、うん、ホームページから営業ができるとか、うん、それ営業し全くしないわけです。そっか、そういうところなんだ、ね。ああ、ようやく納得できました。納得できた。はいはい。うん、いや、でも技術力ある人いいじゃないとか思いますよね。そんな人を担当してたら。ね、だけど、そっか、営業ね。なんか経営者はほら雇うときに、うんね、ホームページ詳しいんですっていうふうに言われると、うん、じゃあ任せるよみたいな感じになっちゃって、それで、ね、技術的なところばっかりやってて、あれ、お問い合わせとか増えるはずだったんじゃないのみたいな、何にも変わってなくて、あげくなんかホームページで事故で見えなくなったりとかするわけですよ。それね、今話聞いて僕思っちゃったのが、私の業界ではね、よくあるパターン、あるあるのパターン、中小企業の社長がメガバンクを辞めた出身の人を財務部長で年収800万とか1000万で取って、もうとんでもないことになるという、これと似てる。近い。そっか、ああすごくわかった。近い、うん、もちろんね、元銀行員とかメガバンクで優秀な財務部長さんとかいますよ、世間にいますよ、だけどね、結構これ失敗しちゃうんですよ、社長ですね、全然資金繰りの対応できねえじゃねえかみたいなね。そう、なんか全然ホームページの内容作んねえじゃねえかみたいな、経営者からすると、ね、文章書けねえんじゃねえかとか。だってホームページってさ、営業マンだもんね。営業マンですか？営業マンだもんね、IT ツールっていうのは営業マンですから、はい、あそっか。そんな危険な事例があちこちで噴出しておりますので、はい、ホームページ担当者を雇うっていう場合は、どちらかというと営業に詳しい人、営業の頭がある人、そういう人がいいと思います。営業ね、でホームページのスキルっていう部分に関しては、最近ワードプレスとかで使ってれば自分たちで更新できるじゃないですか、そこまでいらないんですよ。そっか、だって検索順位上げるのだって内容きちんとね書いて、それでタイトルにキーワード入れとけば全然いいだけじゃないですか。そこだよね、それで済むのに、なんかリンクいっぱいしなきゃいけないとか、こういうタグがいけないんじゃないかとか、そういう時走ったら何の意味もないですから、そっか、強く言いたい。ウェブ担当者の人を募集するときには、ちょっとその辺気をつけないといけない、ね、本当気をつけなきゃいけないです。バリバリの私技術でホームページ作れますぜ、何でも知ってますぜっていう人もちょっと気をつけないといけないんだ、ね。それは気をつけなきゃいけないですね営業のことは知らない人が多いので、ホームページ作れる人って、そっか、そうなんです、危険ですので、そこの点ね、ぜひぜひ気をつけてください。これは盲点ですね。盲点なんです、はい、はい、じゃあ皆さん、はい、
ウェブ担当者を雇うときはですね、はい、ちゃんと経験をしっかり聞いて、うん、バリバリの技術屋さんだと厳しいかもしれないから、営業の経験とか聞く、営業の経験を聞く、うん、そっか、そこは皆さん注意してください。はい、はい、いや今日柴田さん結構怖い話でした、はい、うん、だけど僕も同じ、ちょっと僕の業界でも同じことあるなって今思って、納得できました、はいはい、柴田さん今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。頑張れ経営者チャンネル、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。